寝屋川の市議、吉羽美香は詐欺で逮捕されました。吉羽美香といえば、詐欺で逮捕される前は、小池由里ばあば。小池由里ばあばの希望の塔ですね。なんでこんなことをしたんでしょう。バカだね、バカだね、バカだね、あたし愛してほしいと思ってたなんて。バカだね、バカだね、バカのくせに、あ、愛してもらえるつもりでいたの。